エレーヌ・ボスキは、スイス出身のピアノ奏者、ローザンヌの生まれ、エコール・ノル・マル音楽院で、イボンヌ・ル・フェビュールに支持し、アルフレッド・コルトーの訓導も受けた。演奏活動と教育活動を並行し、1952年には、アントニオ・ソレイルのソナタ州を録音して、フランスディスク大賞を受賞している。1955年から1965年まで、 フランス国営放送の専属のピアノ奏者として活動。現代作品への造形も深く、ルイジ・ダン・ラ・ピッコラのアンナ・リベラの音楽調やクロード・バリフのピアノ・ソナタ第4番などを検定されている。ロベルトクララのシューマン夫妻の作品解釈にも一過ことを持ち、クララ・シューマンのピアノ作品及び室内楽の録音を残したほか、1976年に スビッカウしからロベルトシューマン賞を送られるなどしている。教育者としては、1960年から母校のエコールノルマル音楽院で教え、1965年から1985年までストラスブール音楽院に移って教育活動を続けた。その間にバイマル等でも頻繁にマスタークラスを開校していた。主要な門人には、ピョートル・アンデルジェフスキがいる。 ストラスブールにて没。ありがとうございます。